はい、皆さんこんにちは、アシスです。では幻想少女対戦夢体験版をねやっていきたいと思います。いや、前回のね A から見てくださってる方にとっては1ヶ月ぶりでしょうか、シリーズ最終作の体験版夢やっていきたいと思います。いやね、タイトル夢でしたね。夢落ちとかじゃないといいんですけど、まあそこら辺は大丈夫でしょう。で、セーブデータね引き継ぐこともできるんですが、今回はね体験版新たに始めていこうかなと思っております。でね、前回はレームだったんで今回はマリサと、これやっていきましょう。難易度はねノーマル、前回と同じでやっていきます。いやね、前回ねちょっとねチルノとチェンがね幻想郷をね支配するレベルに強かったので、ちょっとね今回はそういうのはね新たなメンバーでやっていきたいなと思います。そしてアキューさん、高度安定、高校速度にも異常なし。リノスケさん、ソーダの方は、そうだね、コーリンがね加わったんですよね。二人の覚えが早いからよ、アキューはもちろん、コーリンさんも大したもんね。この分ならもしもの時は手伝ってもらえるかも。まさかそんなことはないと思うが、あ、これフラグなんじゃ。あ、高校の練習をしてたってことか。なるほどね、パイロットが増えたのかもしれないですね。さあ、前回はね小石さんとかね、あの白とか結構気になるところが、あ、獣道、最後小石さんが出てきたところじゃない、ここ。そのあたりのストーリーがね今回どうなってるのかが結構気になりますね。二人ともご苦労だったね、大した上達ぶりだよ。地上から見ていましたが全く危なげがありませんでした。あ、そうそうそう、飛びくらをね返してもらって、今ね完全体ではないのか、でもねほとんど完全体に近づいた状態ですね。そうそうそう、精霊戦本来の力を取り戻したといったところね。しかし興味があるとは言ったが、ソーダまで教わってしまっていいのかい。この船は君たちにとって大事なものだと聞いているが、みんななら特別だよ、一緒に戦ってきた仲間だもん。それにこうやって人間と妖怪の絆が広がるのは聖の理想でもあるし。分かった、それならお言葉に甘えさせてもらうよ。それではもう一度精霊戦を飛ばして白霊神社まで行きましょうか。あ、そうなんだ、みんなで集まって、へえ。バザーなんかねよくこういうことやってるね、みんな楽しそうだな。ダウザーとして掘り出し物をね探しに行きましょうか。はあ、いい天気。ひねもすのたり、ひねもすのたりとはよく言ったもので、よく言うのか、俺は知らねえぞ、ひねもすのたり。ちょ、知ってる方意味を教えていただけたら。あ、すいません、はい。こんなところで寝たら風邪をひきますよ、もしくは妖怪たちの格好の獲物だまだ風は冷たいですし中で休みましょうか。あ、そうですね、やっと雪が溶けて春が来たといったところですかね。来てるのはあんたたちと、あー来たね、スイカさん、お酒を飲みに来ましたね。まったくしょうがないんだから。おー、レミディアさんじゃん、いいねいいね。あいにくティーセットは置いてきてしまいました、グリーンティーでいきましょう、グリーンティーで。お、集まってきたね。お、フランちゃんも。なるほどね、ここ全員って何人いるんだ、ここ大丈夫か神社まあね、なんかあると神社にね集まるっていうのは定番ですが、そうか、白さについては神殿がないことは気がかりですが、白か、そうか、姿は見てないんだね。お、そうなんだ、へえ、意外なしね。あ、ゆうかさんね、そう、ゆうかさんは知ってるんだけどなかなか教えてくれそうにないんですよね。
あ、そうか、お花ですもんね。そうですね。まあ、黒幕は分からないので、まあ、手近な異変からということで、そろそろ何か異変が起こるのでは。気分転換も必要ってことだね。え、 UFO? あ、リリーか。うん、サニーだっけ。いやー、すいません、ルナがどんくさいから遅れちゃって。悪かったな、サニーだって寝坊して。って、皆さん浮かない顔ですね。そんなことないわよ、ちょっと世間話。だとしたら景気の悪い話だったみたいね。レティも来たのか。この季節は大変だろうに。レティさんは冬ですからね。まあ、チルノちゃんに冷やしてもらいながら延命処置を。鳥ですからね、3歩歩くと忘れてしまう。そしてさらに獣道。お、リグルじゃん、リグルじゃん。最近地底のメンバーと和解した。和解したってかね、なんかちょっと仲良くなってましたね、虫同士、クモちゃんと。一文なし。一網打尽？そう、それよ。大丈夫かな？レディとダイちゃんもいれば心強かったんだけど。そういえば、今日は他のみんなは見てないね。誰かは何か聞いてない？私は知らないわよ。まあ、散歩歩いたからね。で、今日は何で神社なの？うん、霊夢たち最近真面目であんまり遊んでないでしょ？なるほど。だから私たちで元気づけるんだね。リグルはいい方に考えるな。それじゃあ今日の遊びは神社で決定ね。そうと決まれば早速。あれ？あれ、これはあのあれですよ、電気を供給してくださるお方じゃないですか。そう、打つ方がいなくても彼女がいればエネルギー問題は解決したのではないか。誰だろう、知らない人がいる。なんかヒラヒラしてて面白いやつね。ちょっとあんたは何してるの？ほら、やっぱり、あら、この子たちは僧侶、娘様といえど若い妖怪に混じっては遊ばないでしょう。では失礼します。ってちょっと人のことじろじろ見といてどこ行くのよ。ご用でしょうか。私は取り込み中なのですが。取り込み中ってこの辺りの人じゃないよね。私は長江行く展開に住む竜宮の使いです。イクさん来た。うん、大事な宝を持って出たお嬢様を探しています。展開？お嬢様？ええ、あなたたちとは会っていないと思いますが。確かにそれっぽい人は見ていないけど。ありがとうございました。では私はこれで。あ、もうそうやってあたいたちを雑に扱って。うん、誰か探してるならいいところに案内してあげてもいいのに。いいところ？うん、あたいたち人がたくさんいる場所に行くのよ。え、この人も連れてくの？だってなんか悔しいじゃん。あたいたちの凄さを見せてやろうよ。じゃあね、イクさんが仲間に加わったと。イクさんはあれでしたっけ、飛想天でしたっけ。おお、第56話雪解けの神社と。あのね、イクさんのあのポーズ見たいね。あのポーズないかな、技で、必殺技で。うん、ごめん遅れちゃった。うん、そっちはだいぶ揃ってるみたいだね。今の声はコーリン、お前もブリッジにいるのか。少し前から操船方法を教わってると言っただろ。バターに行くメンバーはもう集まってるかしら。いえ、まだティルノちゃんたちが。お、今来ますね。来たね。あれ、この配置はそういうことか。弾幕ごっこしようってことか、もしかして。なるほど、確かに人形たちが大勢います。どうやらちょうど来たようですね。一人知らない顔を連れてるみたい。あれ、ダイちゃんもレティもこんなとこにいたんだ。うん、みんなでバザーに行くって聞いてたでしょ。チルノちゃんたちもそのために来たんじゃないの。バザー？そんなの初耳だよ。ミスティアに行ったでしょ、みんなに伝えてって。私振り向かないで。
案の定忘れてたみたいね。でもすっかりいたずらする気だったし、よし決めた、あんたたちを倒してから一緒にバザーを行くわ。倒して一緒にバザー行けるか。え、なんでそうなるの。ごめんね大ちゃん、妖精には引き下がれない時があるの。なるほど、じゃあやっていきますか。困りましたね、騒ぎは避けたかったのですが。ふむ。いえ、案内してもらった恩もありますし、付き合っちゃうのか。意味不明だけど、とにかく向こうに着くよね。こうなっては仕方がない、みんなで付き合うとしよう。知った相手とはいえ、久々の弾幕戦だ、準備はしっかり行うんだぞ。あ、そうですね。まあ、誰を使うかっていうとこと、あと強化とかもあるんで、ではね、誰を使うかっていうとこを選んでいきましょう。はい、というわけでね、メンバーはこのような感じでね、行こうかと思います。前回ね、使えてなかったキャラも、まあ今メンバーが少ないとはいえね、結構活躍させていけるんじゃないかなと思ってます。スイカさん、小町さん、ナズリン、ショウ、くるみちゃん、エリーちゃん、そして三妖精。これ使ってなかったですからね。で、ダイちゃんとレティさんでですね。これでやっていこうかなと思います。そしてまだまだやることはあって、技能習得もね、しなきゃダメですね。ああ、そうそう、スロットがね、1個増えて7つになったらしいですね。夢広がるわ。妖怪か。妖怪じゃないやつが多いからな、多分、今は。どうしようか。命中が十分だったら勘でもいいし、二重結界のね、方でもいいですが、どうしましょうか。攻撃力をアップさせていくか。まあね、敵のちょっと強さが計り知れないので、防御面、強化しておきますか。そして、新たなのが追加されてる、アンチ。反撃がない場合、与えるダメージ。あー、パテさんとかにつけたい。ね、遠距離から一方的に攻撃できるね。小町さんとかもあれかな。あ、でもな、回数制限あるからね。固有技能でね、射程を無限大にできたりするんですが、小町さんは。そうか、そうか、そうか。そしてあとは何がある？なんか見逃してそうだけど。あ、切り返し、弾幕効果を 30% だけ軽減。あ、でも特殊効果の方は、軽減されないのか。いや、でも待てよ。チルノが、切り返しをつけて高速で、底力じゃなくてなんだっけ、銃にするやつ。つけたら高速でいいかもしれないね。あ、なるほど、それはありだな。はい、というわけでね、技能習得やっと終わりました。いや、普段使ってないキャラは何つけていいのかわからず、ちょっとね、適当につけてしまったところもあるんですが、こんな感じになってます。まあ、パッパッパッと送っていくので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、一時停止しながら見ていただけたらなというふうに思います。まあね、アンチつけたりね、小町さんにね、してますよ。初めて使ってみてみましょう。もうこの辺全然使ってないからね、三妖精合体とかももう全然わからない。もう全然わかんない。よし、ここまでですね。ここまでが出撃メンバーですね。で、あとユニット強化の方も、まあ結構一重100戦、まあ40万点くらい余ってる状態ですが、まあ大体こんな風になってますね。前衛を主に鍛えながら、まあ三妖精さん何していいか分からずに鍛えてなくて。まあ武器とか運動性とか装甲とか、そのあたりを、強化してますね。本当は HP とかをね、強化させた方がいいのかもしれませんね。HP とか MP とか。コストが安いんでね。ちょっとその辺は、後でね。じゃあ今のうち、あ、でもな、フランちゃん、どこまで使うか分かんないんだよな。今回はね、コンセプトとしては、前回活躍できなかったキャラに、そうね、日の目を浴びさせていこうというね、活躍させていこうというコンセプトでいきますんで。まあね、ちょっとポイントを貯めておいて、まあ今後、仲間が増えていくでしょうからね、そっちにも使っていくような感じでいきましょう。さあ、ここで、セーブと。はい、というわけでね、夫人はこのような感じでいきましょう。もういいかい？もういいよ。結構待ってもらっちゃいましたね。そこはほら、空気を読んでさ。弾幕戦か。うんざ。
あ、出るんだ一輪。やった。そうなんですよ。実はですね、神秘録一輪使いなんですよ。一輪やってこうやってこう。おお、そうかそうか。アキューさん、そして降臨が運転する。南津出るよ。音楽は？熱い。そして作戦目的、イクチルのルミア・ミスティア・リグルの撃破、敗北条件は精霊戦の撃墜、ボーナス4ポイントゲットはネームドユニットを同担中に2体撃破する。さあやっていきましょう。おーマジか、超嬉しい。雲山一輪ちゃん、そしたらどんなキャラかをね確認していきましょうか。入道ブロックいいね、まあ、本体入道ですからね。雲山が本体、入道ブロックがついてて、防御系のやっぱりねユニットかもしれないですね。まあ運動性110あるんで低いとは言えないですけどね。熱血、努力、必中、集中、あーそうか、鉄壁とかはないのか。へー、まあ熱血があるっていうのは見た目で。雲山が使えんの、一人ツインユニットだぞ。あ、そう、超お得じゃん。あ、ね、鉄壁不屈、超いい。熱血二重でかけられるんじゃない。マジか、すげえな。やっぱ雲山か。移動を防ぐためにはパワーが110必要ですね。そして、あ、動かないよ。こっちを見ていきましょう。南津さん。船長。着艦してもパワーが減少しない。なるほどね。まあ、微妙な能力っちゃ微妙な能力かもしれないですね。これで、腹痛、直撃、熱血。撃沈なんか、この人が撃てんの？どっから出すの？なるほど。一輪さんが結構強いんじゃないか、今回これ。そんな気がしますね。そしたらこの4体で上行って、残りはね、下に行くような形でやっていきましょう。よーし、じゃあね、一輪ちゃんから動かしていきましょうか。攻撃してみて、まあ、どのくらいの命中と回避を、80% か。そしたら集中入れましょうか。でね、鉄壁も入れてもいいかもしれないですね。集中、鉄壁入れて、いやー、前回、減少少女対戦 A の時は、これで、ね、使った聞いてキャンセルとかしてましたからね。恥ずかしい恥ずかしい。いや今回は慣れましたからね。未だスパロボをやったことないですから、前作をやったというね経験を生かして、今回は誰一人死なずにやっていきましょう。さあ集中、鉄壁使って、一輪が下行ってからの、これいいんじゃないかな。命中ね 100% になって、でもあり相手から 39% なんで、まあ鉄壁かける必要はねほとんどなかったかもしれませんが、安心のためですね。今まで窮屈だったでしょう。でもこれからは私たちも存分に動けるわ。私たちっていうとやっぱり雲山と私はいつでも一緒。それは弾幕戦でも同じよ。私一人だと思って油断すると痛い肩骨をお見舞いするよ。さすがは入道使い。何の話だご主人。さあ私たちあうんの呼吸披露いたしましょう。いいね、一輪潜って八へ成功。強い、いいダメージじゃないか。まあ妖精さんとはいえね、半分以上与えておけば、次のターンね反撃で倒せますね。さあ避けるかどうか。お、入道ブロック。入道ブロック出た。鉄壁でゼロダメージじゃないですか。完璧だな。入道ブロックは700軽減か。鉄壁してたら妖精さんの攻撃は無効ですね。さあそしたらどうするか。そっか、精霊戦な、結構ね運転する人いなくなっちゃって使える精神が減ったっていうのは痛いかもしれませんね。精霊戦真下に行くとして、ひらめき1回くらい投げて真下行くか。ただ一番下まで行ったらいきなりネームドユニットから狙われる可能性もあるのか。これ結構危険だな。ちょっと手前から倒していくような形で
行きましょうか。そしたら、南津さん。南津さんが、消費銃で撃つと、おー、命中、回避もいい感じだね。13%。ということは、ここで、集中かな。ちょっと痛いな。まあ、腹痛がけってところかな。腹痛がけして、まあ、飛び込みながら、あと後ろからね、援護で味方が何人か来るんで、なんとかなるでしょう、これで。表での弾幕戦か。腕が鳴るな。前に出ると、船幽霊の血が騒ぐけど。村さん、わかってるわよね。大丈夫。羽目を外しすぎないように気をつけるって。さあ、やっていきましょう。音楽熱いんだよな、南津。さすが目玉、結構硬い。あ、そうでもない。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。イビル IR。さあ、避けてくれ。避けてくれると、くっつった残って嬉しいんだな。オッケー。調子出てきたね。さあ、この辺からは結構強いよ。あんまり行きすぎるとあれかな。ネームリミットがどこまで来るかわかんないから、ちょい離れるっていうのはありなんだよな。しかもな、そうか。これ地上、あ、空 B なんだよな。地上に下ろす。下ろす。地上に下ろす。これか。地上に下ろしといてもいいな。で、ミッシン撃つ？ミッシン撃つまでもなく、イビルアイはお目目がランチャー。倒せそうな気もするから、こっちで撃っとくか。これ下手したら一発って可能性もあるんだよな。敵が 45% か。HP 的には狙われるユニットじゃないから、防御精神入れなくてもいいってとこもあるんだけどな。鉄壁か。まあ、入れないで様子見ておきましょうか。ミッシンまで使う必要があるか。格闘くらいいいんじゃないのか。格闘くらいいいんじゃないのか。これ甘く見すぎてるか。いや、スイカさんの攻撃力よ。血がついた。余裕ですね。4900。さあ、そして、そしたら強い強いお嬢様がヴァンパイアクローでも撃っちゃいますか。いや、これも多分一発なんだよな。まあ、29% 当たるのか。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。精神で集中とか、集中とか、安心した方がいいですよね。そしてヴァンパイアクロー、一応これ倒しときましょう。音楽が最初はね、ムービーをたくさん見ていこうかなと思います。 OK。そしてあと1匹か。これマリサさんかな。届くかな、マリサ。うわー、マリサ下手したらチルのとこから狙われるか。マジックナパームの射程打って3%食らうのか。まあ、狙われないことを祈るしかないな、これは。打つと動く。まあ、これで安定で倒しておきましょう。さあ、そろそろパート1の時間もいい感じになってきた。そうですね、こっちのターン終わったくらいで一旦切ることにしましょうか。さあ、こっち、ナゾリンちゃんも行きましょうか。前回あまりね、活躍させてあげることができなかったので、ペンデュラム、ロッド、今回はね、活躍させていきたいなと思いますね。結構避けるんですよね、ナゾリンちゃん。そしたら、集中入れときましょうか。銃で使える、毎ターン集中でいいな、これ。からの、ナズロ。ナズロ入れ、ここまで行こうか。で、ナズリンロットで。倒せるんじゃないかな。
前回のね A の実況でも最初の頃はね使っていたんですけどね。あー足りるか足りるか、3400足りない。そうか、やっぱりな、攻撃力には難ありといったところはありますよね。さあただ十分な回避はある。何気にねお金も稼げるキャラクターなんですけどね。さあ妹様妹様あんまり前行く必要もない気がするんだけど、あ待機しちゃった。毎回これ妹様待機しちゃうんだよね。だいたい移動後に攻撃って選択肢があるから丸ボタンを反射的に押しちゃうっていうのがあって、さあレームはな完全な回避ユニットなんで余裕で回避してくんだろうな。ゼロパーだよね。あしかもアクアナで多分いける。主人公ですからね。しかももう覚醒してるっていうね前作で。すまん甘く見たわ、さすがにというところか。まあね敵ターンの反撃で倒していきましょう。そして精霊戦は下行く形にしましょうか。どうしようかな、マリサの援護防御についてもらうような形にしようか。ひらめき一発投げといて、あ届かないか、うんひらめき投げてデコインする。どこまで寄るか、この辺に寄っとこうか。じゃあこっから上だね。三妖精のこの使い方が未だによくわかんない。これ合体しなきゃいけないのかな。あんま行き過ぎて狙われるとまずいのか。一応ひらめきだけ入れとく。よくわからんし、ひらめき入れてひらめき腹痛どっちにしようか。まあどっちでもいいんだけど、ひらめき入れて移動で、あ隣接した方が良かったのかな。真上まで行ってみるか。ひらめき入れて待機、敵から狙われんのかなこれ。結構な、微妙っちゃ微妙だけど、まあ敵ターンだったら最悪ね防御とか回避とかいろんなね選択肢があるので、一応こんな感じに中央にまとまりつつやっていくことにしましょうか。よしね、今回はここまでにしましょう。じゃあね次回はこうやってねこう能力もね見れるんですよ。これ見破らなくても見れるっていうね、まあ仲間だからなのかもしれないですけど、前回は敵のね、能力を見るところから始めていきましょう。では皆さんどうもご視聴ありがとうございました。次回もねぜひ見ていただけたらなと思います。ではまた。